パウル・ユオンは、スイス系ロシア人の作曲家で、ドイツで活躍した。ロシア語では、パーベル・ヒョードロビチ・ユオン。1872年、モスクワ生まれ。モスクワのドイツ人のためのギムラジウムに通った後、1889年に、モスクワ音楽院に入学し、バイオリンを、チェコ人教師のヤン・フジマリーに、作曲と、音楽理論を、アントン・アレンスキー及びセルゲー・タネーエフに指示。 1894年にベルリン高等音楽学校に留学し、クララ・シューマンの父親違いの弟ボルデマール、バルギールのもとで、さらなる研鑽を積む。1896年に結婚し、学内よりメンデルス像運長を授与され、ロシアに帰国。爆風音楽院で音楽理論とバイオリンの教授に着任、また音楽評論家として新聞に投稿を開始。 最初の公共曲とオペラを作曲する。1898年にベルリンに戻り、母校の講師に着任。後1906年に校長ヨーゼフ・ヨアヒムより教授に任命される。この間にハインリヒ・カメンスキやシュテファン・ボルペ、フィリップ・ヤルナ・ハラを育てた。1934年に第三帝国を嫌ってスイスに移住。ブベにて高い。ユオンの作品は、 歌劇やドイツ語リートのほか、4つの公共曲、3つのバイオリン競奏曲、三重競奏曲、3つのバイオリンソナタの他に、ビオラソナタ、チェロソナタ、フルートソナタ、クラリネットソナタ、いくつかのピアノ30奏曲とピアノ40奏曲、ピアノ50奏曲、ピアノ60奏曲、4つの弦楽四0奏曲、木管50奏曲、室内公共曲、シンホニエッタがある。 現在は、企画曲を中心に、新しい録音が進められている。パウル・ユオンは、チャイコフスキー伝やアレンスキー著の音楽理論を、ロシア語からドイツ語に翻訳し、19世紀末のロシア楽団の教育水準の高さを国際的に認識させる上で、貢献したが、ユオン自身は、ロシア音楽の伝統に従っているというよりも、ドイツロマン派音楽の伝統の上に立っていた。 ロシア音楽の影響は様々な戦法と複雑なリズム語法を用いた点にかろうじて見出されるに過ぎない。ユオンは今日ブラームスのハンガリー仏曲集の編曲者の一人としてしか知られていないが、ユオンはこのようにブラームスの浸水者であり、この先人の剣道で緻密な楽曲構成を発展させることに不信した。小説船の規制に縛られずに規則性を持って 数学的にリズム組織を操作した点において、ボリス・ブラッヒャーの可変白説法の先駆者とみなされている。ヨーンは戦慄にさほど相違を示しておらず、複雑極まる構成手法も手伝って、作品の性格は極めて怪獣で、とりわけ単調作品においては屈折した印象が免れない。ありがとうございます。